どうぞ。水崎りあです。今日の飲食系はなんか、ね、その時計と違って、なんか喋るよりも動く方が多かったです。なんかすごい私とろいんで、なんかちょっと頭の中で考えてから行動してたから、見てる方がなんかすっごいなんかちょっとちゃんとやるよとか思ったかもしれないんですけど、すっごいめっちゃちゃんとしてました。また今度はちょっと行動を早くしていきたいなと思います。ありがとうございました。それと、まあ先ほどのことなんですけど、私一ですね、アンビシャスさんから撮影会がありまして、ファッションショーやトークショーとか、まあディナーパーティーや浅草ロケがあって、うん、28日土曜日、なんかいろいろと重なってみたいなんですけど、思います。でもぜひイベントに参加してくれたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。藤崎りあでした。